クロード・シモンは、フランスの作家。フランス領マダガスカル、アンタナナリボに生まれる。両親ともフランス人で、軍人であった父は、第一次大戦で死去し、イゴルシオンのワイン生産地区ペルピニャンで、カーラと共に生活するが、そのカーとも11歳の時に死別する。パリの名門校スタニスラス校での寄宿生生活を経て、オックスフォード大学、 ケンブリッジ大学に短期間通った後、アンドレロートアカデミーで絵画を学んだ。その後ヨーロッパ各地を旅行。1936年には内戦下のバルセロナに2週間の滞在を経験した。1939年8月、琉球兵連隊に個長として招集され、ムーズ県の戦闘にて捕虜となるが、1940年10月に脱走。各地への旅行とともに、 この大戦時の経験は、シモンの作品にたびたび描かれることになる。その後レジスタンス活動に加わるとともに、ペルピニャンの上官で絵を描きまた執筆活動を始める。1945年、戦前から書き進めていた諸女小説、ペテンシを出版。1956年にアラン・ロブ・イコール・グリエと知り合い、彼の勧めで翌年、風を出版。 以後の執筆活動で、ロブイコールグリエ、ミシェル・ビュートール、ナタリー・サロートラと共にヌーボー・ロマンの機種と目される。1960年、代表作、フランドルへの道を出版し、同年エクスプレス賞。1962年、レア、カラバスと結婚。他の作品に、ファルサロスの戦い、三枚続きの絵、濃厚師など。1985年、その小説において、 詩人の創造性と画家の創造性を深められた時間意識に結びつけ人間の状況を描出したとしてノーベル文学賞を受賞。1989年10月には読売新聞社主催の第2回ノーベル賞受賞者日本フォーラムに出席するため来日東京で天皇や日本政府要人と会見した後北海道札幌市を訪れ 地元の高校生らと対話した。2005年7月6日、パリにて死去。ありがとうございます。